制限時間2時間での、実践です。そんなに難しい感じではないかな。挟んじゃおうよ。あんまだから転がらない感じ。あ、焦って打ってるからメンタル面がちょっとやられました。ご飯を食べましたということで、後半戦になるんですけれども、またなんか無茶ぶりが来るわけですね。はい、さっきマイナスになっちゃったんで、今回はプラスにできるようなやつを決めたいと思います。どれがいいのかな。でも4以外ならもう何でもいい。いけ。意外と転がんないんだよな。また今日は1が出やすい。はい、ということで、次の1はすごい嫌な顔しちゃったここのお店にあるジャグラーを全機種ということですね。はい、マイジャグ4、ゴージャグ2、ゴージャグ、タイムジャグラー、マイジャグ3、ニューアイム、ファンキー、スーパーミラクルジャグラーで全部か。8種類。ゴージャグとゴージャグ2は違いますよね。すいません。すいません。別物ですよね。そりゃそうだ。そりゃそうですわ。ちなみにレグもあり。光れば OK。じゃあ生入りは NG ってことですか？なるほど。わかりました。ちゃんと光らせてから揃える。とりあえず光らせればいいということですね。8機種。でもすぐ終わるかもしれないですよ。さって当てたことないけど、そんな風にジャグラーで、今現在今日の収支自体もマイナス426枚になってるんで、それもプラスにしたいっていうのもあるので、ジャグラー縛りか、結構厳しい戦いになる可能性も十分にありますが、頑張りたいと思います。じゃあまずは機種を決めなきゃですね。このパネル違いはさすがに一緒でいい。よかったです。そこまで意地悪じゃなかったどうしようかな。じゃあどうせなら朝一台とかにしときますか。誰にも回されてない台にします。56番台56、いい番号です。よくわかんない、今自分で何言ってんのかはい、まずはアイムジャグラー EX からです。今1万8000円か。企画が変わるのにそのまま引き継がれるのってなかなかないですからねいきます。すぐに光らせてやる。一番最初もそういえばジャグラー打ってましたね。今思い出しました。あれは割と早めに光ってくれてよかったんだけどな。でもレグか。今日はレグでも OK ということなので、当たったら即移動。いや、はいすいません、1万円札を下ろしてこなかったばっかりにいや違います千円札ですよ一万円札だったらなんかそれっぽい感じ出ますけどこれが2万1000円目ですね。でもね、最近はなんかジャグラー光らない問題みたいなのには悩まされてなくて、そこまで光るんだけどレグみたいなっていうパターンが結構多いんで、今日はレギュラーも OK だとありがたい。はい。ああ、なんだっけそれ、いつからやってましたっけ？そうですよね、やってましたね。あれで決勝をやるってユニバカサミフェスで、そうなんです。うわ、すごい見るの楽しみと思って。あんなにすぐ頭動かないですもんビタどころの話ではなくて、女性だけの大会とかあったら面白そうですね。ああ、面白そう、確かに。いやでもすんごい練習めちゃめちゃしていかないと無理ですね。まあしてっても無理だと思いますけど、目押しバシッと決まる人とかそっちの業界にいるからかもしれないですけど、あっすごいって思いますよね。あ、びっくりした。えあれだ、急に先ファンファーレのやつ、はい、びっくりした。なんかでも待って、光ってないから揃えちゃダメってことですか？ OK、 うん、はい、ピカイエス、ファンファーレいただきました82ゲームですね。あ、これはあれリプレイ押さない、いける、よし。もう一回聞けるんですね。はい、ビッグボーナスです。もうこのプレミア具合からしたら3機種分ぐらいこうクリアみたいにしてくれてもいいレベルじゃないですか、もしかして。そんなことない、でもそのぐらい相当レアですよねはいはい、ちょっと1ゲームだけ回していいですか？ちょっと、はい、はい、やめます。55ジャグラーワンの方ですね、普通の55ジャグラー、18ゲーム回っております。27番台、特に台盤に意味はないです。はい、300枚ちょい持ってるんで、これで光らせますよ、またすぐに。でさっき何の話してたんでしたっけ？そう、目押しがすごい人見るとやっぱドキッとするよねっていう、大先輩だと中武さんとかやっぱ間近でよく見る機会があるんですけど、すごいドキッとするねって確かに思います。なんか惚れるなと思う。あんな風になれたらいいんですけどね。まず直視できないしな。光った、早い。12ゲームぐらい多分自分で回したの。ほわって光りますよね、55ジャグラーほわっいきます。あら、まあレギュラーボーナスですがしっかり光らせましたので、55ジャグラークリア。意外とほんとすぐ終わるんじゃないですかそんな気がしてきた。しかもプラスも目指せるかもしれないという淡い期待。はい、まあいいか、1ゲームぐらいはいいことにしよう。よし、あいつはジャグラーを渡り歩いて何をやっているんだと思われているでしょう、周りからは隣です55ジャグラー2、イエーイ。28番台、私の誕生日だ、2月8日、よかったら覚えてください。23ゲームからスタートします。こんなふうに結構軽く打るとね、ジャグラーもいいねって思いますね。嫌いなわけじゃないんですけど、前のめりで打つことがない。はい、あれ55ジャグラーが光らない時は大移動ではなく、いや違うミス移動ダメ今日はここでやってるんですから。そう、究極の答えが出てきましたね。自分ができることならやろうかなって今思いましたけど NG ですね、それは完全に。持ちコイン内でどうにかしたいんですけど、もう50枚もないですね。50枚ぐらいかな全部で。あお、こんなにはまるとは。どうした方がいいのかな。まあどれにっていう感じもちょっとありますけど、あ、3ゲームしかまだ回ってないやつとか行ってみますか。さあここから追加投資が始まります。55ジャグラー2台目です。あ、55ジャグラー2ですね。もう追加投資はしたくないのに。あ、なんだ。あ、でもなんかこっちの方がすぐ当たりそうな音がしてる気がする。多分ずっとジャグラー打ってたらずっとオカルト言ってるしかもうなくなるんだろうなきっと。そのうち思い込んだ方の勝ちだからな、こういうのは。でもマジですぐ当たると思います。実は光ってるけど気づいてないだけなんじゃないかと思えてくる。このまま55ジャグラー2で破産しそうです。やっぱり下ろしてこればよかった。ジャグラーのオカルト打法でもうん、いただきました。よかった、オカルト打法をやるところだった。いろいろと試し出すところでした。よかった。ビッグボーナス。よし。あ、1ゲーム、あ、いいですか。すいません。あ、リプレイ。あ、増えた。増えたからもう一回。すいませんなんかチェリーのままでやめづらいですね。はい、いきまーす。86ゲームから49番台。あんまりいい数字じゃないな。4と9 終わるのかな、まあ、いつかは終わりますね。え、これ帰れない系ですか、もしかして。あ、違うなくなりました。はい、また追加同士するのやだ。いや、今日分かったことは、まあ、クレアも通してですけど、ビッグの300枚なんてすぐなくなりますね、ほんと。追加入れます。会話ネタゲームありますよ。これ今の時代にはついていけないなぁと感じること。今の時代にはついていっぱいある。私めちゃめちゃアナログ人間なので、機械とかマジでついていけないし、まあ今めちゃめちゃ機械打ってるんですけど、ゲームとかもできないし、全然パソコンもできないし、原稿とかをもう携帯でやった方が早いんで、そっちで書いちゃう。まあ、それって今の時代っていうか、だいぶ前からついていけてないことになるんですけど、1000円でトークテーマ1個ですねはい、チャレンジしてみたいこと、チャレンジということは今までやったことないことってことですもんね。やったことないことでやってみたいことは、まあ、移動販売車やりたいっていうのは結構昔から言ってるんで、キッチンカー、まあ、免許持ってないんですけど、免許はまあどうにかするとして、それはずっと昔からの夢だし、絶対いつかやります。今ゴルフちょっとハマりだしてて、シミュレーションゴルフとかで練習したりとかし始めた、本当ほやほやなんですけど、コースに出てみたい、一回も出たことないんで。でもそれも今年行く予定です、はい。31本目、一番楽しかった旅行先、イタリアかな。イタリア旅行、母親と2人で行ったんですけど、母親はそれが海外初めてで、私もイタリアは全然初めてで、ただすごいイタリア治安悪いかったんですよ、その時は。特にその時は今よりも多分悪かったと思います。だからすごいビクビクしながら歩いてて、ただやっぱ建造物とかはものすごい有名なのいっぱいあるじゃないですか。で、わあ本物だみたいな、感動しましたね。あ、また1000円使っちゃった。あ、私が子どもの頃に憧れていた夢、いいですね。一番最初にあ、これになりたいって思ったやつなんですけど、技工士、歯とかのあれを作る、あれ技工士ですよね、になりたかったんですよ。歯医者さんすごい好きで、歯医者さんの匂いとかも好きだし、ちっちゃい時歯並びすごい良くて、歯医者さんのパンフレットの歯のモデルをやったこともあって、本当歯だけなんですけど、でなんか歯医者さん行くと歯並びとか褒められるし、なんか虫歯とかもなかったんで、なんか褒められるからすごく嬉しくて、歯医者さんすごい好きだったんですけど、細かいことが好きだったんで、すいません、入れます1000円ねえ、これ何ですか分かんないんですけど、何もう飛行士さんって林、ああっつって、気候は私ちょっと操れないんですすいません。やり直せるならやり直したいことはある。学生生活、まあ中学校なり高校なり、でもやっぱ高校かな、一番楽しむべきだったのは高校かなと思ってますね。なんだろう、謳歌しなかったんですよ、自分の中では。不完全燃焼で終わりました3年間。彼氏とかもいなかったし、友達関係とかもうまくやりたかったなとかっていう後悔とか、なんか少女漫画好きなんで少女漫画に憧れるんですよなんかああいうなんかもっとこう学生生活楽しまばよかったなって思ってます。なんだ、スーパーミラクルジャグラーって鬼なの？なんか全然ブドウ落ちなくなったし、あ、光った、よかった。ああ、これはリプレイかな。あ、ビッグボーナスですね。よかったです。1ゲームだけ。はい。スーパーミラクルジャグラー終了です。半分、半分で。4つで終了ですということです。今回クリアできなかったので、はい、うわ、はい、ということでタイムアップでございます。はい、達成ならずでしたけどお疲れ様でした。はい、318枚回収です。実戦終了です。はあ、ジャグラー打ちました。4機種までしか打てませんでしたまたしても無茶ぶりに答えられないポンコツでどうもすいませんでした辛い、もう光らないと、もう最初ねすごい楽しかったんですけどね、なんか急にファンファーレになるしプレミア出て、あ、これいけるかなって思ったんですけどね、やっぱハマっちゃうともうビッグなんかもうなかったことかのようにさっとなくなるし、で、今日1日ですね、こちらの相模原店さんで、実践した結果、投資が総投資33,000円、回収が、402枚と、318枚ですので720枚、マイナス798枚ということになりました。ジャグラー打ってマイナス増やしたわということで、1回目2回目からの、今日3回目ですけど、ついにマイナス域に入ってしまいました。マイナス500枚ぐらいだ、はい、になってしまってると思います。まあでも500枚か、なんかすごい左利き直っちゃった。そういや意外といけなくないなと思って、うん、やっぱり最初のプラスがマジででかかったんで、1回目の時の、はい、まあ、それを食いつぶして、ここまで来て、結果マイナスになってしまっておりますので、次回こそは、プラスにしてまたプラスに返り咲きたいと思っておりますので、まあまだまだ分かりませんよ。首がちょっと近づいてるかなっていうくらいまあ今日はまあいろんなお話できて楽しかったです。まさかね1,000円でトークテーマ買うことになると思わなかったんでまあまたジャグラーリベンジの機会がもしかしたらあるかもしれないということですので、なるべくその目だけは出さないようにサイコロを振っていきたいと思いますということで第3回目、これにて終了です。また、次回見てください。お疲れ様でした。